はいどうも、陽介です。この度もご視聴ありがとうございます。本日はですね、こちら以前ね、ここかなに出てるかなと思うんですけれども、大量に種を買った時期がございましてですね、ここ最近もちょっと前ですね、パキポディウムのグラキリスの種を購入して植えたんですけども、去年の年末かなぐらいに購入した種で一つ植えてなかった種がございます。それがこちら、はい、見えるかな、アダンソニアグレゴリーですね。オーストラリアバオバブ、うわ噛んだオーストラリアバオバブ、はい、バオバブの木でございます。それのね、種をね、今回ついに植えようかなと考えております。で、まあ他のですね、パキプスやったりとか、デカリーやったりとか、アガベ、パキポディウムその他、あの福袋ですね。福袋のアガベとか、パキポディウムなどは、すべて、巻き終えております。今日は噛みます。いやー、仕事後っていうのはね、なかなかね、頭も回ってないし、ろれつも回っておりません。ちょっと、お風呂上がりのドリンク、青汁飲みます。最近はお風呂上がったらずっと青汁飲んでます。僕嫌いじゃないんですよね、青汁の。まあ今の世代の子は知らないと思うんですけど、まずいを売りにしてる青汁、まずいとは思いません。はい、話戻します。そう、このね、バオバブだけはね、ちょっとあの植え方とか全く分かんなかったんで、結構いろいろ調べてたんですよね。で、いろいろ調べた結果ですね、何種類か植える前の下処理がありました。で、一つは濃硫酸に2時間ほど漬け込むというもので、もう一つは、熱湯に48時間漬けるっていうもので、もう一つは、この種の背中をですね、ヤスリで擦るっていう感じで、はい、剥離なんちゃらっていう処理が、ありました。はい、で僕は今回ね、その熱湯につけて、でさらに擦ると、はい、ヤスリで擦るっていうのをやろうかなと思っております。なのでこの動画は多分3日ぐらい月日が流れてお送りするかなと思います。ということでですね、こちら こんな感じ、わかる？おつまみの種みたいな、柿ピーに入ってるやつみたいなね、種なんですよ。これをね、お湯でふやかしたこの薄皮が剥がれ、おお、薄皮がね、剥がれるみたいなので、それを剥がして、で、この背中をね、ヤスリでこすって、ちょっと白い部分を出すみたいなんですよね。殻がものすごく分厚いので、その、ね、土に植えても、自分が土に入ってることがあんまりわからんか、なんかそんな感じやと思うんですよね。反応しづらいんやと思います。なのでその反応しやすいように中の子が、肺っていうんですかね、が反応しやすいような処理をしていきますという感じで、なのでこれを今日は今から熱湯に漬け込みたいなと思います。熱湯って言っても多分そのガチガチに湯がいたやつじゃないんですよね。多分70度80度ぐらいって記事には書いてありました。どの記事見たかちょっと覚えてないんですけど、いろいろ見すぎて、はい。なので、まあ気泡がねちょっと出始めたぐらいのお湯につけます。じゃあやっていきます。はい、キッチンがあまりにも汚かったのでお見せすることができません。恥ずかしくて。まあ僕は今回その気泡、小さい泡がねポコポコ出てきたタイミングぐらいの、湯加減で、投入します。はい、なので今日は一旦ここで終了です。このカットの次から、翌日
これをね取り出して薄皮を剥くというところになるかなと思います。では次の日へ行きましょう。はいどうも、翌日の陽介です。とりあえず青汁、今日もねお風呂入ったんで青汁っす。いただきます。食後じゃねえや、お風呂上がりのコーヒー牛乳の感覚で青汁飲んでます。はい、で、まあ、80度ぐらいのお湯につけて、今日で24時間ぐらい、まあ、大体24時間ぐらい経ったかなというところです。でちょっと見てもらいたいんですけれども、わかりますか？わからないですね。これとかわかるかな。結構ね薄皮がふやけて透明の変なちょっと汚い膜みたいなのがついてるんですよね。あ、ちなみにこのちっちゃいやつ、これパキプスです。でこっちデカリです。デカリとパキプスもね殻が多分でかいんで、でかい分厚いんで、ちょっと一緒に一粒ずつだけ実験がてらやってみました。はい、そんな感じですね。でこの、薄皮をですね今日はね剥がして、でちょっとヤスリをかけるっていう作業を今日はします。で、まあ、その後メネデールの水にまた1日浸すという形でやっていこうかなと思っております。じゃあね早速ちょっと水から取り出してみようかな。はい、じゃあやっていきます。あ、だいぶ分かります？このちょっとここっすね、ここなんかちょっと白っぽくなってる、これが多分薄皮ですね。これを手で剥き散らかして、うわ結構ズルズルに剥けるっすね。分かります？うわこれでもなかなか大変やな。なんかこれがね発芽の妨げになるらしいんで、これちょっと取り除かないといけないですね。なかなかめんどくさいぞ。じゃ時間かかんじゃん。はい、あまりにもね時間がかかりすぎたのでちょっと飛ばしました。で、こんだけ剥き終わりました。結構ツルツルになったかなと思います。結構ねあの表面がぬるぬるしてるんですよ。そのぬるぬるしてるのが薄皮というか、なんかこう発芽を邪魔するような薄皮ですねがついてるので、そいつをガリガリと削ったらこんな感じで、めっちゃ汚いいっぱいカスがね。でこれほら最後の一粒なんですが、わかります？ちょっと濁った白いの、これがその薄皮なんですよ。これを爪で剥き散らかす感じですね。やっぱり大きいやつほどなんかこの薄皮が強いっすね。分厚い小さいやつは割とすぐに取れたんですけど、大きいやつはね結構よいしょ取れました。はい、もうちょっと取っとこうか。はい、なんとかね剥き終わりまして、これで終了じゃないんですよね。ここからこれの、こうアーチを描いたシルエットなんですけど、わかるかな、これのこのアーチのこの上側、背中になるんですかね、ここを中のね身というかなんていうんやろ、灰っていうんですかね、がうっすら出るまでヤスリでこすっていきます。これこすりすぎるとあかんみたいなので、薄くちょっと白っぽくなってきたかなぐらいで止めるのがベストらしいです。ものすごい絶妙
まあ、ちょっとやってみますか。ヤスリがないんで、爪切りのここで地道に削っていきます。いけんのかな、ちょっとやってみますね。思った以上にめちゃめちゃ硬い。やっぱ硬っ。はい、とりあえずね、めちゃめちゃ時間がかかったので途中で止めました。全部で12粒あるんですけども、約2時間で全てをヤスリ終えました。疲れた、絶対明日筋肉痛。はい、でそんな感じでですね、こちらちょっとわかるかな。はい、うわ、一番ちっちゃいやつ、これ、わかりますか。薄く、あ、ちょっと目ついてないな。薄く、白いところがね出てるんですね。はい、ここまで削るのに一粒約10分かかりました。はい、全部で12粒疲れました。で、今これをですね、はい、メネデールの水にねつけております。でこれでだいたいまた1日ぐらい放置して土にね植え込みたいなと思います。なので、まあ、今日は一旦この辺で、まあ、やれることがもうこれだけしかないんでね、よいしょ、まあ、このまま漬け込みたいなと思います。では次の日へ行きます。はい、どうも、3日目の陽介です。昨日はですね、バオバブの種をメネデールの水につけるところまで行きました。ヤスリでねこすって、でメネデールの液につけるというところまで進みました。で今日は最終日ですね。これをいよいよ植え込んでいきます。本日もあと少し。青汁。結構帰ってすぐ飲んじゃうよね、これ。うまい。はい、ではやってみましょう。はい、これが昨日つけて飛んでた種でございます。結構なんか剥き出して割れてきてんな。大丈夫なのかな。はい、で、ここにいつもの未消セットご用意いたしました。一旦ねここにちょっとここにですね水張ります。こんな感じかな。はい、水差し込みました。で、ここに種を植えていくんですが、種はねこのアーチ状になってると思うんですけど、このアーチの状態で差し込んで植えていく感じです。はい、ここにこういうふうにね、はい、 OK。 ちょっとあと2つほどあるんですが、これはちょっとあっちのパキプスの方に一緒に混ぜ込みます。
はい、出来上がりました。無事ね。じゃん。水こぼしたら怖いから傾けれないんですが、アダンソニア・グレゴリー、オーストラリアのバオバブでございます。これがね、この状態で植え込むと、まあ出てくるんじゃないかと言われてるので、そうですね、またこれシートヒーターの上で管理したいなと思います。シートヒーターの上がね、もうちょっとね、いっぱいありすぎて困ってるんですけど、まあこれ最後にちょっとあそこに置いてね、管理したいなと思います。本日のね、動画はまあ以上になります。で、この、未消の記録はまたショート動画か、他の動画の内容の、余談的な感じでお話できたらなと思いますので、よかったらね、ご覧ください。はい、そんな感じで本日の動画は以上になります。この動画がね、良かったなと思ったらぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとインスタ、ツイッター、こちらやっておりますんでね、ぜひそちらもフォローのほどよろしくお願いいたします。さっきですね、とあるところからあるものを購入いたしまして、今からその開封動画を撮影したいなと思いますので、この動画は以上になります。またそちらもね、5月買った植物紹介で、はい、マンスリー植物でご紹介できたらなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。